ということで、プラスに来てまーす。2人飲みたいと思います。今なんかさ、フェアやってるんじゃない？そう、なんか鬼滅とコラボしてて、今鬼滅とコラボしてて、メニューがね、じゃあこの辺もちょっとね、頼んでいきましょう。はい、ファイルももらえるのかな。そう、ファイルももらえ、2500円でファイルが1枚もらえるし、頼んだら頼んだらね、商品のシールがもらえます。なるほど。じゃあ今日はモリモリ食べないとダメだね。そうですね。2500円で1枚だからね。はい。ちょっと結構頑張って食べないと。はい。もう朝なんてね。食べてもゼロカロリーですね。そう。あ、今日はブランチですね。休日のブランチで来ました。なのでね、食べてもゼロカロリーなんで。いや、ゼロカロリーではないけどね。はーい。ここはさ、携帯でさ、できるからいいよね。あ、そうなの。このね、まあ、もちろんタッチパネルでもできるんだけど、そうそう、携帯で注文するのでね、はい、楽ちんです。じゃあ頼んでいきましょう。はい、すごい少ない。これから、これから、あ、これはまだですね、9日からだ。今日食べれないわ。9日からだ。これね、これが気にならない、このいちごのショートケーキパフェ、うん、これへんもね、飲食限定だって。嘘。じゃあ早めに頼まない。でもまだ11時だから大丈夫じゃないね。はい、ということで鬼滅のね、ジュースが4種類来ました。じゃじゃーん。おー、ね、なんかシールがついてる感じ。これ自分でシール貼るんだね。ね、貼ってあると思ってたんだけど、うん、ちょっと貼ってみますか。お、なんかまた来た、すごい。これは誰ですか。これ煉獄さんです。煉獄さんです。煉獄さんのこれはなんか炎の炙りサーモン的なことが書いてあった。おいしそう。お、これ来ました。なんだっけ、テッサ。テッサだよね。あ、シールついてる。あ、シールついてる。これは宇髄天元です。本当だ、書いてありました。宇髄さん来ました。宇髄さんですね。すごいね、みんな来てる。これはあれだね、あの、なんていうの、カード的な。これもシールって書いてあった。シールじゃないんだね、この。うん、じゃないのかね。これはこれなんだね。ね。こんな感じです。じゃあ2人ともね、しーちゃんは炭治郎、りみ、はい、ちゃんは何貼ることにした？ねずこ。じゃあ貼りましょう。ねずこはこれ乳酸菌のいちごです ね、 ね、乳酸菌が多いね。ね、貼ってみましょう、せっかくだから。貼ります。はい、真ん中でいいんだよね。うん、かわいい、いいじゃん。子供とか絶対楽しいじゃん、絶対楽しい。あ、かわいい、いいじゃん。あ、いっぱいあるんだね。でっかいシールだけじゃなくて、そうそう、周りにも貼れるっていう。なるほどね。できました。お、いいじゃん、かわいい。で、ストローを刺すのね。そうなんですよ。こちらストローを刺してみましょうか。じゃあ、おー、中にかき混ぜるとあれかな、メロンになるのかな。かわいい、かわいいです。そんな感じ。なにみちゃん、貼れた？ねずこさんはどうですか、ねずこさんは。めっちゃこだわりよ。こだわりだね。貼るのも楽しいよね。ね。ねずこさん、あ、かわいい、かわいい。ここに貼ってあるっすね。そう、ここに。自分の好きなとこに貼れるからね。ね、楽しいよね。うん。いちごでできました。かわいい、かわいい、いい感じだね。ね、なんだっけ、誰だっけ。善逸と、善逸と猪之助も貼りました。イエーイ。4種類、かわいい、いい感じですね。めっちゃかわいい。並べるとね、かわいいよね、うんうん。じゃあみんなでちょっと飲んでみますか。好きなものを飲みましょう。どれがいい。炭治郎いいですか。オレンジ、オレンジ飲ませていただきます。みかんジュース。カルピスか。そう、これ乳酸菌飲料のブルーレモンとかいうやつ。じゃあママこれいちごね、うん、じゃあみんなで乾杯しましょう。はい、乾杯。いただきます。はい。あ、美味しい、いちご。なんかね、かき氷みたいな感じ。ね、メロン。うん、なんかかき氷って感じじゃない？あのかき氷のシロップみたいな。それと乳酸菌がマッチしてるみたいな。ね、美味しい。美味しい、さっぱりで。ね、どう、リミ？みかんジュース。お寿司のやつ。みかんだよね。これはなんか本当に普通のみかんジュースっていうか。ね。
ね。じゃあこのさ、サーモン食べてみようか、リミ。これ食べる？こちら煉獄さんの炎の炙りチーズサーモンです。はい、リミちゃん食べてみようか。どれか一つ辛いって書いてあったけど、ね。嘘。どれか一つ辛いの？一応右左のこのナスが辛いらしい。真ん中が辛いっぽくないなんか。食べる。端っこ食べてみるじゃん。それ辛いけど大丈夫。リミちゃん端っこ。なんか真ん中が辛そうじゃない、あの写真見ると赤いから。端っこ食べてみる。リミちゃん食べてみる。はーい。辛い。美味しい。辛くない。美味しい。美味しい。よかったよ。しほちゃんも一個食べてみよう。いただきます。うん、美味しい、うん、それもなんか照り焼きっぽい感じ、うん、あんた普通の炙りサーモンみたいな、うんうんうん、じゃあこれピリ辛キムチソースです。いただきます。どう、今まで食べたことなくない、うんうん、美味しい、うん、キムチさっきはさ、うん、チーズで甘かったんだけど、うん、今キムチでピリ辛じゃん、うん、やっぱ美味しいもんね。美味しい、すごいね、美味しいね。はい、じゃあこのテッサも食べてみようか。しーちゃんいける？これは醤油、うん、醤油、もみじおろしは別にお好みでだから醤油だね、きっと多分そうだね。はい、じゃあテッサ、はい、食べてみましょうか。こちらですね。これなんだっけ、これだよね。なんだっけ、これうずい天天。これがこのうずいさんのやつですね。そうですね、うずい天元のテッサ、はい、合ってる、合ってます、合ってる、合ってます、ごめんなさいねママはね、ちょっと食べてみます。はい、これネギと食べた方が美味しいのかな。あ、そうだね、ネギと食べた方が。で、お好みでもみじおろし。いただきます。はい、うん、どう、お刺身、お刺身、うん、これがフグの味かね。フグってあんま食べないからね。そうなんだよ、ね、みちゃんも食べてみる。ちょっとすごいね、身がね、どう、プリプリしてて美味しいね。いけそう、プリプリしてる、美味しいこれ、うん、ね、もみじおろし、ちょっとピリ辛になって美味しいかも、アクセントで、はい、そんなに辛くないよ、もみじおろし。ちょっとね、このもみじおろしをつけて食べてみようか。そうだね、え、もみじおろしつけたら醤油はいらない、乗せて食べれば、醤油つけて乗せて食べてみるじゃん、もみじおろしを。で、乗せ、うん、ちょっと乗せて、そう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 。いただきます。はい、あ、辛い、辛いよね、やっぱちょっとピリッとくるよね、辛いちょっと子供には辛いかもしれないね、大人は大好きかもしれないけどね、うんうん、おつまみみたいな。そうだね、はい、みんな美味しかったね、じゃあね、ね、美味しかったですね、おすすめです。ぜひ来てみてください。はい、じゃああとは普通のものをいっぱい食べましょう。はい、お、美味しそう、うなぎです。美味しそう、美味しそう、すごい大きいね。ね、いい感じだね。ね、リミちゃんはイクラちゃん来ました。半額になってました、半額。おいしい？大粒いくらだよ、リンゴ。おいしいですか？幸せですね。お、なんか3つ来た。ママ以外がみんな好きなすき焼き。おいしそうだね、でも。おいしそうですね。結構お肉系も好きだよね、しーちゃん。そう、最近ね、すごいハマってる気がする。
ただきます。美味しい？すき焼き？うん、うん、こちら、ビンチョウとハマチ。なんかすごいさ、ネタが大きくない？そうなの、大きいよね。美味しい。マチ美味しかったです。うん、私あとシャリハーフで頼んだね。ね、シャリハーフにできるのもいいよね、やっぱりね。ご飯でお腹いっぱいになっちゃうからね。そうなの。これがね、案外ね、人気です。美味しい。めっちゃ美味しいよ、リミもバクバク食べてます。はい。え、マジ？すごい、ホッケー来ました。ホッケー。すごい、大きい。すごい。やばい。美味しそう。お皿だよ。海食べる。ね、美味しそう。食べよう。食べます。これは醤油だね。上からかけたの。うん。大根おろしにかけて。美味しそう。でも食べづらそうだけど。どうやって食べる？半分に切らない。柔らかいから切れる。切った方がいいかもね。あ、もうすごい柔らかいわ。うん。美味しそう。いただきます。おいしい。すごい顔してるけど。大きい、これは。これ大きいね、やばいね。美味しそう。で、なんか来たよ。これ何？わらび餅です。すごい、こんなわらび餅あったっけ。すごいね。めっちゃ美味しそう。え、もうデザートですか、しーちゃん。うん、これね。おいしそう。すごい。おいしい。プリプリ。うん。あ、もうなんかお皿の投入が始まってました。あ、なにこれ、おいしい。さすがだわ。お、あ、あ、すごい。鬼滅バージョン。うまっ。おもろい、おもろい、おもろい、おもろい。外れたけど面白い。これいろんなキャラのバージョンね、あるのかな。お寿司を探す。あ、なるほどね。あれ、あれ、突然プリンが来て届いた。これが当たったのか。ね、あ、すごい、これよく美味しそう。大きいね。めっちゃ美味しそう。今も食べようかな。食べる？あ、続きだった。続きが。うさぎ。美味しそう、これ。もうすごいね、ダブルで食べてますね、デザート。リミちゃん、黙々とお皿を。ご注文の品は間もなく到着します。ご注文の品は間もなく到着します。イグロおばないだそうです。イグロさんですね。缶バッチいいじゃん。いい、やったね。すごいね。うん、いいじゃん。サイズ感がもう絶妙で可愛い、うん、いいね。ビッグラッパ渡りました。やったね。やったね。おー、いちごのショートケーキパフェ。そう、すごくない？お
美味しそう、かわいい、この入れ物がサンタさん、あ、なんかクリスマスっぽいね。ね、美味しそうです。こちらミスプーン取ってくれない？2個目もう本当にこれがすごくちゃん大好物だよね。そうなの、プリンケーキいただきます。いや2個目ですよ皆さん、これ美味しい、ね、みんな食べるでしょこれおすすめ、超おすすめ、おすすめ。あ、もう1回当たったからしばらく当たんないかな。うわ、これしょうちゃん、うん、すごいね、うん、甘いものは無限ですね。無限ですごい食べっぷりが早っ、もうこれだよ、すごいな、うん、おいしい、うん、おいしそう、めっちゃいい、うんうん、チョコレートケーキ、ドラえもんみたいな。今テンションがドラえもんだった。バステンション普通なんで。どう？リミナこれ出ました。リミナグ。とても美味しいってドラえもん。ドラえもん。ドラえもん。とても美味しい。大丈夫。はーい、ね、あの全員映ってるやつはもう終わってましたね。そうだね、さすがに終わってました。で、はい、合計がね7510円ぐらい食べたので、はい、3枚もらいました。2500円だからね。で1枚、はい、こんな感じです。やったね、すごいいいじゃん。またファイリングしときましょう、近いって。そうですね、はい。あ、裏もすごい、かっこいいよね。かっこいいです、こんな感じ。あ、隠れちゃった。こんな感じですね、いい感じでございます。はい、ごちそうさまでした。ということで終わりにしたいと思います。はい、バイバイ。バイ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 。走っていっちゃった、走っていっちゃったよ。ね。バイバイ。寒い。